皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの岸田彩かです。エミンの月間為替相場見通し2024年8月号です。今回もエコノミストのエミンさんにアメリカドル円の見通しを伺っていきたいと思います。エミンさんよろしくお願いします。お願いします。さあそれでは早速直近のアメリカドル円の振り返りから見ていきましょう。うん、はい。大変荒れてますね。大変なことになりました。ね、はい。ええ あのーまあ、これはですね実は今年に入ってからの、えーまあ、サポートラインっていうのが実はもうその為替介入、えー、で月のその次のサポートラインとして残ってたのがこの2 0日生活移動費金銭でこれがちょうど152円っていうですね、あのーまあ、その152円を超えるまですごく強いレジスタンスだった。 えーまあ、一つの節目なんですけど、まあ、その後は逆にサポートに変わったんですそこもあ、ね、って、えー、もう下がです、ね、ほぼほぼ空白地帯だったということもあってです、ね、一気にです、ね、リスクオフとともに、えー、ドル円が売られて円台ままで,です、ね、下がりましたよねでそこからはです、ね、またここ2日ぐらい、えー、大きく反発しているような状況ですけどただ引き続き非常にボラテリティが高い。 えー、予想が難しいようなあまあ相場展開が続いていると思います。こう不安定というか動きです、ねうん、すごく不安定ですね。まああの要は一、えー、日で二三円動いたりしてますので、あの短期トレードにしても長,長期トレードにしても非常に難しいポジション取りづらい相場になっているんじゃないかなと思います。まああの方向性はまあその間違わなければ。 大きく儲けられる相場でもあるんですけど。はい。うん、ただ。ちょっと怖いですね。怖いですね。はい、だから、あの、いわゆる慣れで取引やっちゃうと。あの、大きく、例えば、下がってた時でも。あの、もう、そろそろいいと思って、土手すると、さらにそこから下がるんですよ。うん,うん。だから、そういう相場なんですね。だから。これは、完全に、要は、その、どこで。 えー、そのセリングクライマックスが来るかどこで例えば反発した時にき切れるかっていうのは見極めが極めて難しいそのファンダメンタルにそっと動いていないので、はいうん、だからその意味ではちょっと難しいただまあ余裕を持ってやるとあの、まあ、そういうちょっと大きいスイングでも取れるんじゃないかなと思うただあんまりこうキチキチにやっちゃうと結構思ってたよりもいい 1, 1、2円下に行っちゃうこともあるんでんそこだけは少し気をつけなきゃいけないかなとそういう相場に今なななっていいいるんじゃないかなと思いますチャンスでもあるというスチャンスでもありますよ。だからこれはあの、あ当にエフェクスっていうのはやっぱりその動いた方がいろいろ設けられるんでその意味ではあの別にあとはドル円に関してはスプレッドがないんであんまり別にそのショート立てやすいっていうですね。 しかも、こんだけ短期間で動くとショートで別に立ててもそんなにスワップにお金払わなくていいんでその意味では確かにそのロングもショートもここは取りに行ける局面じゃないかなと思うただ、ずっと長期でスワップを狙って持ってた人たちはちょっと辛いですよねこれだけ一気に下がっちゃって。うん あの結構方向的には円安しばらく続くのかなと思っていたところでこれだったので、うん、私はすごくびっくりしたんですけれども、うん、何が起きたのかっていうところでは、はいはい、アメリカの長期金利から見ていきましょうこれはだから一つ二つ、まあ、こんだけボラテリティあが大きくなった理由というのは二つなんですよ一つはアメリカの、まあ、景気後退懸念ですね。で まあ、そっちの方が実は僕は、えー、と理由として大きいと思っているんですね。なぜかというと、はい、これを見てみるとこれアメリカの10年金利なんですけどアメリカの10年金利は4%台もうついねあの7月の頭に、えー、4.1%4.2% あったんですけど4%台から一気にですね3.7%まです急激に下がる局面があったんですね。ということを考えるとまあ ちょうど FMC 直後にも4.3まで1回行ったんでそこ,そこから考えるとまだ2.5%ぐらいつまり50ベースポイントぐらいですねアメリカの金利が動いたと。うんうん、で一方でもう一つの理由っていうのは、まあ、日銀の利上げなんですけど、はい、まあ日銀の利上げって結局15ベースポイントじゃないですか。はいうん、ですでに日本の長期金利っていうのはそこまでね あのー、もうその影響がなくもともと1%超えてたんで、うん、だから金利差日米の金利差っていう意味で言うと、あのー、どっちの影響が大きいかっていうともちろんアメリカの影響が大きいです。だって日本の,あの15倍スポイントに比べるとアメリカその3倍以上動いた、はい、下がりかがこというふうに動いたんで、まあ、これはだからある意味もちろん日本。 日本から見ると日本主観に考えちゃうんで、まあ、日本側から見ちゃうからまあ日銀の利上げが原因だとあのアメリカから見るとまあこれはアメリカの景気後退景気悪化懸念っていうのが、うん、大きく金利を下げた理由になってドルが弱くなったとまあそういうような。 形で読み取ることはできます、はい、この景気後退懸念っていうところですが、うん、このアメリカの失業率から来たっていう感じでそうですねまあこれはねその前もねいくつかあのマクロ指標が悪かったんですよね例えば i s m 製造業とかあの、えー、新規失業保険申請件数とかその、えー、先週ちょっと結構その意味ではいくつかその悪い指標が続いていてさらにそこに。 まあこの、えー、雇用統計っていうのがドスンときたと、うんでまあ、雇用統計っていうのはねこれはね今までここでも何度かお話をさせていただいたんですがエミンさんずっとおっしゃってましたけ、ね、見た目はいいけどそいそ,そうそう,そう,そうヘッドラインだけ強くて非農業者部門の雇用者数はやたらと強いけど中身を見てみると、まあ、ほとんどアルバイトだったりとか。うん あの民間ではなくて政府雇用だったりとかですねなんかありとあらゆるなんかからくりっていうかですねあってもう印象操作してんじゃないかってねずっと私言ってたんですよ。うんはい、でここに来てねもうあのヘッドラインの数字さえ隠せなくなった <laughs> もしくは隠さなくなったわからないあのあ<ー>意図的になこれもね結局こういうとねエミ,ンがエミンさんがなんかあの。 いい年して陰謀論者みたいなこと言ってるってね <laughs> <な>言うけどみんなね、はい、でもね、えー、そのアメリカのね選挙っていうのは半年前までの景気が大事なんですよ選挙までねはいうんだから選挙って11月だから5月6月までの景気の状況っていうのは重要です、はい、でそれ以降に、はい 景気が悪化してたとしても、選挙にさほど影響出ないんですよ。<ー>これって不思議なんだけど、もうね、実は決まるんだって、大体固まるんだって。<ー>みんなの意見が。そのもう半年前に。そう半年前に、だから、はい、例えば、アメリカの過去の大統領で。現職で二期目に失敗した人っていうのは。これ、あの。すべて、実は、あの、適用するルールがあって、それは。景気が選挙の半年前までにも、う景気後退に入っていたと。 えー、アメリカ経済がね。っていうのがあります。はい、で、直前に2ヶ月ぐらい前に景気交代に入ったケースもあるけど、その時は買ってるんですよ。えー、そう。だから、半年前にす、までの、ね、数字が重要。なんか陰謀論っていうか、心理学ってい,いうか、そう、まああのー、だから、ま,まあその意味で言うと、もう雇用統計を強く見せる必要がなくなったんだもういいもう多分なくなって、えー、それで多分こう、 あの本物の数字が見えてあの本物の多分景気の実態がこれで見えちゃったんでみんながちょっとビビっちゃってでも逆にあ<ー>あのそれが今度は FRB のの利下げの口実にななったんですよあなるほど、うん、だからあの要は選挙に、まあ、勝つためにはあの強い経済指標を半年前まで見せてたけど <laughs> でもそれだと利下げの口実にならないじゃん。 そう、強いとっていうことですねで。今度はね、はい、実際ね、文句言ってたんですよ。<laughs> その、はい、パウエルさんがね、覚えてらっしゃるか分かんないんだけど。はい、そう、はい、前回の f m ンの時に、ちょっと、ちょっとなんとかしてくれ、みたいな、なんかね。かやりすぎじゃないのそう、やりすぎじゃないのって、はい、雇用については言ってたんですよ。はい、で、ここに来てね、もうね、パウエルさんが、もう、欲しい、口実が、もう、名実ともにもう、アメリカはもう、潔していいと。 いやもう誰も今文句がないですね。それにしてももうちょっとじわじわ出してほしかったですだけどまあ、み、あの、これが、まあ作戦ならまあおそらく作戦なんだけど、お見事ですね。本当ですね。本当にお見事です。はい。ということで、これなんです。これ、すごくびっくり。あの、今までって0.25%が大多数みたいな感じだと。そう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 。これ見て 0.5%? しかもね、ちょっとね、これは ISM 非製造業が今週出たんで、それが割とちょっと強かったから、まだちょっと下がっているんだけど、先週の暴落だとね、週明けだと80%超えてたんですよ。だから、もうそのベー,スベースシナリオ、ベースケースは9月には50ベースポイント、0.5%。 利下げは来るとさらに年内は1%の利下げが来るというトータルでねだから今まで思ってたよりい、うん、思ってた以上に、うん、だから今まで思ってたのが年内は利下げが1回もしくは2回あるだろうと、はい、う今回はもう今市場が織り込んでるのは年内は4回利下げあるとしかもそれが2回,2回分は9月にやって、まあ、おそらく残りの2回分は12月にやるだろうと。はい ですね、そういう、まあ、そこまで急速に今その市場の見方アメリカ経済に対する見方が変わってきたっていう,いうようなことなんですよねだからここはまあそれに関してはだからあのまだそのもちろんその FMC で何らかのヒントはそのパウエルさんは出してないけれどもまあそれが今度次のジャクソン・ホールでねおそらく多分そのヒントを出してくる可能性はあります。これってパウェルさん的にはいい 流れっていうことなんですか。この。まあ、いい流れっていうか、ただ、あの、大義名分ができたよね。あの、利下げする。<ー>だここまで、やっぱり悪化、景気悪化懸念があると。逆に利下げしないと、後で叩かれるんで。うん だか,らあのだから彼らって多分、ずっと今まで迷ってたんですよ、この1年間ぐらいはねで、どこで利下げ、どこでピボットするか、どこで利下げを開始するか、あ,あまりにも早く開始してしまうと、インフレが再燃したときにはすごく叩かれる、はい、あなたたちがあの早すぎたんだと、逆に景気が本格的な腰折れしてもうあの、失業率が大きく悪化したときに利下げを始めたら、今度、遅いって言われるんで。 これは多分あのもう今年中に始められる大義名分が今回はできたんじゃないかなってそんな気はしますはい、うん、そして続いてはドル指数がどうなっていったかというとそうなんですよね、だからこれはもう明確にね、あこの200日移動平均線割っているんで、うん、もうあの弱いですね、全体的に。まああの すごくく大きく下がっってているって感じではないんだだけど今のところまだドル指数なぜかというとこれはね実はねあの、えー、いろいろと地政学リスクがあるんで実はあのかなり有事のドル買い現象が起きていて、はい、でその意味ではどっちかっていうとドルがすごく安くなったっていうよりも、まあ、円が一気に買われたっていうふうに言った方がいいですねだからクロス円見てみると実はあのドル円以上に下がってる通貨結構あるんで。へ<ー>うん あのなので多分だからえっ、ー、とドルが大きく急にドルも少しもちろん円対円に対して下がったけれどもただドルが大きく下がったっていうよりもまあ円があの強く買われたとおそういうふうに多分解釈した方がいいんじゃないかなとそんな感じはします。こ円が買われたっていうのは、うん、どうしてなんですか。うんうん、これはですねだからあのー。 結局二つこれも2つ理由があってもちろん1つ目が日銀が利上げをして<ー>さらに今後も利上げするかもしれないっていうです、ね、ニュアンスを出したんですよ、はいうん、でそれが、あのーまあ、かなり、えー、その。 えー、利上げ自体は想定内だけど、今後も利下げ利上げを続けますよっていうのが高覇的に取られたんですね。うん、で、それをだからそれがだからこういうマーケットのボラティリティを生んだんで、ちょうど今日ですね。はいえー、これはあの収録しているのは8月な日なんですけど、今日あの訂正してるんですよね。あの副総裁、うん、副総裁がん、はい、そう、うん、副総裁が出てきて、も、ま、う、あ、こういう金融が混乱しているとき利上げすることないですよと。 まあそれはもう実は分かっていることなんだけど、当然ながらもうこんだけ大騒ぎ起きて、あの暴落に上田ショックとか言うぐらいだから、もう絶対に多分、あの、次の利上げはめちゃくちゃ慎重にやるだろうってぐらいは分かるけど、ただそれを、まあ日銀の、あの、自ら言ったってことは、まあある意味訂正、高派的だったと思って今訂正に走っているっていう、<ー>そういうような状況はあります。で,はい、で、もう一つはね、結果的にはまあアメリカの金利が大きく、 あのやっぱりその下がっちゃってで日本の金利っていうのは、まあ、わずかではあるもののちょっと上がっちゃったんででもこれってもともと今年に入ってから特に5月以降からもですねこの日米の金利差っていうのは縮小してたんですよかなりの勢いで。はい、だけどあのドル円は全くそれを無視した形で上がってたんでんだからあのその。 まあ、ある意味、だからファンデメンタルを無視した動きです5月以降の動きっていうのはドル円に関して言うと、ねはい、かなり需給,給的な要因は強かったんですけどでそれがここにきて一気にちょっとこう巻き戻されたその、まあえー、とい行き過ぎた円売りポジションつまり、まあ、ある意味ダイバージェンスが起きてたんであので金利差が縮小しているのにドル円を上にいっているていうでそれが一気にここに来て まあ是正されたとまあ、要はあ、本来はこれ本当は一生ぐらいの動きが正常だけでおっしゃるでもこの5月からの動き見てみて、はい、かなり開いて開いてますよね、はい、でしかもメイクセンスじゃない全くだって日米金利差が縮小してるのにでんで日米金利差がこの時点から縮小してたかっていうとこれはもう明確に利上げするっていうのは分かってたんですよ だから日銀がでそれでその日本の長期金利も短期金利も上昇してたわけ利,あの利上げ分上昇してたんですそれはもうあの年内の0.25%の利上げっていうのはもう織り込み済みなんですよ織り込み済みなのにこんだけ反応したっていうのはもちろんそのまあこあのちょっとメッセージが高波的だったっていうのもあるしアメリカの,あの要はここに来てそのハードランディング懸念っていうのを再燃したっていうのもあるし で、それに伴って、行き過ぎた円の売りポジションっていうね、一気に巻き戻されちゃったんで。んで、まあ、結果的には、すべてのバックに裏にあるの、これキャリートレードなんですよ。キャリートレード。うん、はい。その話、あの、ゆるっと経済用語でね、はい、やりましたから。<の>はい。皆さん、ぜひ、あの、それも、あの、えー、見てください。あの。その意味では、えー、日本で、日本の、その。 FX を日本で FX やっていた例えば松井証券さんで FX やっていらっしゃる皆さんでも、まあ、キャリートレーダーです一種のもし,<う>もしあの外貨を例えばドル円を買って,、はい、買っているんであれば円を売って,売ってドルとかを買うわけですからうそ,うそれは直接やってないで松井証券さんが代わりにやってくれてるんで,、はい、あのでさらにレバレッジを使えば要はお金を借りたい日本で調達したことになるんで、はい、それキャリートレードですね立派な。だからあのキャリートレードっていうのはあの 世界規模で行われていて、あまりにも AMV ポジションというのは膨らんでたんで、それがちょっと一気にこういうあのボラティリティが高かったから一気に巻き戻された感じはあります。あ,あ、皆さんこう、うん、今まで売ってたのをやめたということですか。うん、そうですね。まああとはあまりにもだからファンダメンタルと乖離したことで、やっぱり財務省というのは頭にきて介入したじゃない、二 <laughs> 回ぐらい。い。だからまあ彼らもしかしたら今になってちょっと動きが激しくなったから。はい あの後悔してる可能性もなきにしもあらずだけど <laughs> あのというのはだから彼らも狙ってたのは要は買いに行ってストップロスを発生させたいんですよ当然ながらあの、はい、彼ら、ね、知ってるんであのあの狙ってウサーのところを狙ってあのたまった円売りポジションを解消させたいんでどこにどれぐらいの円売りがあるかっていうのは財務省よく分かってるんでんまあそれでいろんな要因があってですね、えー、まあただ多分今の。 水準でもまだまだ金利差はあるので、まあ、実力としては多分、はいえー、150円近辺で推移、まあ、しても全然まだ円安水準というのは本来であれば、まあ、続くただ、アメリカのその意味では景気後退懸念が続いている限りはちょっとまだまだアメリカの金利が下がっていく可能性はこれからあります。それは,うん、はい うん、このごめんなさい、うん、この今、幅がもうん、ももちょっと近づけるわけじゃないですか。と、うん、いう意味で言うと、やっぱりドル円もまだもう少し円高に行く可能性もあるっていうことですか。うんあのね、そ,れその可能性もありますけど、ただ、あのまあ、依然として日本ってもうだって、これから利上げしませんって宣言をしたもんなんで、<laughs> はい、アメリカは。 まあたとえ9月に0.5%引き下げてたとしても政策金利単純に政策金利の差でいうとまだ日本とアメリカの間は4.75%ぐらいの差になりますし長期金利っていう意味で見ても3%ぐらいの多分差はあるのでまあその意味では引き続きだからその円が一気に少なくとも円高になると僕 私は思わない。そうですか、うん。ただし、さっきも言ったように、その結局、今回は結構、そのキャリートレールの巻き戻しがあるんで。まあ、何かリスクイベントがあると、また、円が売られやすいっていうのはある。はい。その、なんか、わ、うん、かんないですけど、どこ、どこか。あの、今回の、うんうん、その暴落でいんだファンドが。どこかで、<ー>そうそうそう、あの、つまずくとかですね、そういう可能性はあります。だい,ずいずれにしても。 多分ここからは秋以降はボラティリティが高いんで乱高下はですね、まあ、その意味ではあの逆にだから今ちょっと141円台っていうのは短期で行き過ぎたんで、はい、売られすぎですあのテクニカルで1997年以来の売られすぎあれさえ見てみるともうかなり売られすぎだっていうのは分かるんで、はい、あのこれはもうアジア通貨危機以来1997年ということは。 あのまあここから反発してまあ今は146円台ぐらいまで戻しているのでまあアメリカのデータま,あまだやっぱりそのサービス業のデータは悪くないのでデータ次第で150円に戻ることもあると思いますただしまああのちょっともうおそらく140円から150円ぐらいのレンジが続く。 うん、ちょっと広いレンジですけどボラ、まあはい、の高い相場なんでこの状況だと少なくとももう1回そのなんか160円に行くのはあんまりなさそうだなっていう気はする。というのは、えー、その今回のは、ね、何が厄介かって、まあ、それ株の時で話すんだけど株の,あのそれも見てくださいの <laughs> 株の話もします。あのえー、かなり、ね、ボラテリテリィが あのボラティリティ指数ミックスがぶっ飛んじゃったんで、はい、あのそういうような、ね、イベントがあるとその後もも、ね、ボラが高いボラティリティが高い状況が続くんですボラティリティ指数が高いと、ねあのえー、いわゆるそのリスクパリティっていってあ,のあんまりリスク取りに行けないんですよ投資家さんこ怖いからっていいうううことかかそそ怖らだからだリスク取りに行けないってことはそんなにキャリートライドを膨らますことはないと思う。<ー>だからあのその意味では あのまあ、しばらくだから、そのレンジで、えー、その140円台での動きは続く可能性はあるし、たぶん日本政府としてもあんまりそこまで円高は欲しいわけじゃないんで、だから今日もね、それ,それもあって、たぶん日銀からハト派的なコメントは出ているんで、まあ、日本の企業のね、結構、想定って140円から145円と言われてますから。あの 為替想定っていうのは、はいうん、あんまりそれより下になっちゃうと今度下方修正が出るからね、うん、株株もっと下がりますから、まあそういう意味でのちょっと相場展開、ただいずれにしても不安定だと思います。ちょっと今ボラティティが高い状態なので、テテまあちょっと気をつけつつ、そうですね。はい、というふうに思います。というところですね。はい、えみ、はい、さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。